まず表側が上になるようにテーブルに置きますこのようにハンガーの部分をテーブルの縁から出すようにしますそして本体をこのように押さえてハンガー部分の先端が下を向くようにこうね持ってゆっくり90度動かします ワイヤーは勢いよく動かしてしまうと金属疲労を起こしやすいですのでゆっくり丁寧に動かすようにしてください。で今度逆に戻したい時もこのようにテーブルから出しまして先端が左に向くようにねまたこのように戻します。